ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は近鉄奈良駅前にございます安住高間の 1LDK のお部屋を紹介させていただきます。こちらは通勤に便利な近鉄奈良駅徒歩すぐの物件となっております。それでは早速中を見ていきます。まずこちらがリビングとダイニングのスペースとなっておりまして、こちらはこのように十分な広さがございますので、ソファーやテレビ、ダイニングテーブルなどを置いていただいてゆったりとくつろいでいただくことができます。こちらのリビングのスペースにエアコンをつけておりますので安心して使っていただけます。またこちらのお部屋は東向きのお部屋となっておりまして、このようにバルコニーもしっかりとした広さがございますので、お洗濯物も十分干していただくことができます。またリビングの横には洋室がついております。こちらのお部屋はベッドを置いていただいて寝室として使っていただけるお部屋となっております。こちらの洋室には大きな収納がついておりまして、こちら開けていただきますとこのように服がかけられるクローゼットタイプの収納となっております。こちらのお部屋はしっかりとこのように仕切れるようになっておりますので、来客の際などはプライバシーをしっかりと保護することができます。またこちらのお部屋のセキュリティ面といたしまして、まずオートロックの部分と連動しておりますカメラ付きのインターホンとなっております。その上にはセコムのホームセキュリティもついておりますので、大変安心できるお部屋となっております。そしてこちら側がキッチンとなっております。キッチンは独立タイプのキッチンとなっておりまして、シンクもしっかりとした広さがございます。調理するスペースもしっかりとございますし、コンロの方は2口の IH コンロとなっております。また収納の方も上にしっかりと収納がございまして、下もこんな感じで収納となっております。冷蔵庫などの家電などは後ろに十分置いていただけるように、コンセントなどもすっきりと配置されております。それでは水回りなど紹介させていただきます。まずこちらがウォシュレットタイプのお手洗いとなっております。そしてこちら開けていただきますとお風呂となります。まずお風呂から紹介です。こちらですね、お風呂、お一人暮らしであれば十分なサイズとなっておりまして、上には浴室乾燥機がついております。お風呂出ていただきますと脱衣所となっておりまして、室内の洗濯機置き場とこのように独立の洗面台がついております。最後は玄関スペースですが、玄関スペースも十分な広さがございまして、大きな下駄箱の方もついております。はい、それではお部屋の紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のおもてなしなら心賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。